四国八の字ネットワークの一部となる阿南安芸自動車道。このうち安芸道路などで現在工事が進んでいます。2022年度に事業化された奈半利安芸道路の安田安芸間は、安田町東島から安芸市伊予を結ぶ 9.1 キロです。今回奈半利安芸道路では初めて安田町の安田西地区で地元の対策協議会との設計協議が合意に達しました。今日安田町役場で国土交通省や県を含めた4社が出席し、設計協議調印式が開かれました。奈半利安芸道路の安田安芸間には安田インターチェンジと安芸東インターチェンジを設置予定。続く奈半利安田間も今年度事業化されました。奈半利安芸道路のですね、奈半利安田間と合わせましてですね、一日も早い開通を目指して関係者の皆様と、事業をしっかり推進してまいります。南海トラフ地震発生時に住民の避難や緊急物資の輸送を支える命の道として期待されている奈半利安芸道路。これから用地契約に向けた測量調査が始まります。